次の話題なかなか、そうですね、まあ、和田さんずっと言ってましたけど、はいはい、指定感染症5類に最前線の医師が提言と、はい、これあの報道ステーションでやったんですけど、はい、これよくやったなと思いますよ。なかなかテレビはやらなかった、はい、雑誌はやってたけども、そうですね、まあ、テレ朝といえば最近あの、うん、安倍総理が事情聴取受けたっていう誤報を流したばっかりだったんですけどそう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 、はい、これはね、はい、いい報道だったんじゃないかなと、はい、思いますね、はい、最前線で治療に当たっている日本赤十字社医療センターの出雲雄大医師がですねインタビューに答えているんですね、うん、はい、東京の新規感染者が822人となりましたが、うん、この数字をどう見ますか。検査数の増加というのもあるかと思いますが、残念ながら感染の拡大の制御ができていないということだと思いますと、うん、ちょっと飛ばして、新型コロナウイルスが指定感染症であることで医療現場にどのような影響を与えているのでしょうか。陽性者は入院隔離が原則となっています。ホテルや自宅療養もありますが、実際にホテルの療養は65歳以上や基礎疾患のコントロールが不十分な人はできません。もう一つ、食べ物アレルギーがある人もそれぞれの弁当が用意できないという理由で、うん、ホテル療養はできません、うん、療養型病院などで、陽性者が出ると感染症の指定病院や地域の基幹病院に転院するということになってしまいます、うん、これらが急性期の医療を担ういわゆる基幹病院を圧迫していることになります。私たちはこれが一番重要だと思っています、うん、また当院では一度53人が濃厚接触者になったことがありました、うん、全員に PCR 検査をしたら陽性者は1人だけでした、うん、52人は症状がなく感染もしていないのに2週間働けない状況でした。そうそう、これがね、その間2類だからね、そうなんですね、はい、当然ながら人員が足りなくなります、うん、病棟を閉鎖したり外来や救急手術を止めたりしなければいけなくなると他の病院への負担が増えて悪循環になってしまいますと、はい、いうことなんですね、まあ、現在の指定感染症だとそう、まあ、こういう対応せざるを得ない2類だと、はい、エボラとかみたいな、うん、もうあのかかったら大体死ぬみたいなのと同じ扱いをしてるから、はい、扱う人も厳重なあれにならなきゃいけないけれども、うん、でも若い人が対応すれば、はい、無症状で乗り切れる可能性だってあるわけだから、うん、そうですね、特に症状もなくそうそのまま終わってしまうっていう、そのままその人たちをあの隔離してね、うん、仕事させないっていうのはおかしいわけで、うん、だからやっぱり5類に今書き込みで5類に悪しろっていう、悪しろよ、悪しろ、悪しろ、はい、で5類まで下げたらどんなメリットがあるんでしょうかということも聞いてるんですね、はい、無症状者軽症者は自宅やホテル療養を徹底し、はい、入院は重症患者を中心とするべきだと思います。 そして濃厚接触者の洗い出しなどの作業を減らし、うん、マンパワーを他に割いていくようにするべきだと思います、うん、例えば5類の季節性のインフルエンザは例年日本では約1000万人かかり、約1万人が亡くなっています。明らかにコロナより多いですが、例えば去年、うん、医療逼迫が、起こっていたかというと、うん、そういうことはなかったと思いますと、はい、まあ、それはやっぱ5類だから、そうです、まあ、家でだいたい治療するわけですよね。そうです、大半の人は。そうです、まあ、もちろんそれ悪化したら、まあ、病院にっていうことになりますけれども、うん、はい、基本的にインフルエンザでも、まあ、ちょっと病院行って薬もらって、はい、家で療養するという形になりますが、はい、コロナは現在そうならないので、そう、病院に行かざるを得ないというか、そうそう、はい、あの隔離されざるを得ないというか、隔離だから、うん、そうすると2週間隔離とかじゃないですか、うん、でホテル行くとか病院もでしょ、で病院でそのコロナの人がいたら、うん、その結局あの中でも隔離して、はい、ゾーニングとか、うん、いろんなややこしいことが増えてくるわけですよ、うん、だからあの他の国がなぜ大丈夫なんだと、うん、他の国も、まあ、逼迫してたけど、うん、あの日本よりも10倍20倍多いわけじゃない、はい、で日本って病床数、うん、ベッド数はあの 人口あたりだと世界一なんですよ、うん、国民皆保険もあって世界一なんですよ。この世界一の日本がなぜ逼迫してるかというと、うん、あの2類だからですよ。2類だから。だからこの半年間ずっと言ってんのに、うん、なんでこの世界一大丈夫な日本が、はい、なんで他のね、あの日本より100倍ぐらい多い国があるのに、うん、その国が大丈夫で、まあ、病院回ってんのに、なんでこんなにおかしくなってんの。おかしいのが、またこれ17日に厚生労働省の有識者会議が行われてるんですけど、うん、この指定感染症を1年間延長して22年1月末まで指定を続けることが了承されたと。ああ、だからなんかこの方向で言ってしまうと22年ですよ。いや、22年1月まで。全然だじゃん。これはね、やっぱ厚労省の利権なのかね、官僚の。としか、まあ、前から病院利権というか、病院っていうかね、なんか厚労省がなんか
何かの利権取ってやりたいのかとしか、だってわざわざ苦しめてるわけじゃん、ね、医療現場は苦しめてるで、うん、医療現場の人が苦しいからどこにも行くなって言うじゃない、うん、でそれを盾にとってテレビがどこにも行くなって言って政府に圧力かけて、うん、で菅さんが止めたっていう、何のこっちゃこれ、めちゃくちゃですよね、うん、本当に日本人これでいいのかと、そう日本人日本政府これでいいのかと、そういうことですよね、うん、なぜこういう言論がね、うん、テレビでやらないのと思うね、うん、まあ二類のね、うん、じゃなくて五類にしろっていうのも全然ほとんど今までなかったし、でさらに病院の数がね、うん、世界で一番あるわけですよ、うん、人口あたりで言えば、だから全然減っちゃらなんですよ、うん、五類にすれば。なんだろうねこれ、やっぱコロナは怖い、うんっていう前提でやっちゃってますよね。あ、そうコロナはもう絶対危ないんだっていう前提、うん、いやそれ確かに3月4月、うん、5月ぐらいまでは分からなかった部分あるけれども、うん、それはなんか、うん、それに信憑性があったと思うんですけど、だんだんこう、うん、ね、季節を経るごとに、うん、なんかこれ意外と大丈夫なんじゃないかなと、死なないんだから、うん、本当にこれ菅さんこれで潰れちゃうとしたらもったいないから、いや本当ですよ、いやここは戦うしかないと思う、うんうん、これは5類だと、せっかくうん、ね、携帯料金の値下げは実現しそうなのに、あれで良かったのに、うん、そう、だってあれで相当あぶり出したじゃないですか、うん、今までどれだけ携帯会社が暴利をむさぼってきたのかっていう、そう分かったわけだからね、うん、そう、それが分かったので、はい、これやったなと思ったんですけど、うん、コロナで足を引っ張られ、だからアメリカとかイギリスとかフランスとかだって、うん、あれで回ってるんだからそれなりに日本が回らないわけないんだよね。そうですね、うん、まあ、でもまあヨーロッパは逆に今またロックダウンだとか、まあ、患者が増えすぎてるからね、うん、日本の20倍30倍とか、うん、全然多いわけだから、うんうん、日本増えたといっても他の国のグラフと比べたら、はい、もう全然低空飛行ですよ。そう、波が全然立ってないぐらいなんだから、うん、他の国に比べたら ね、それで逼迫させるっていうのはもうこれド S もいいとこだよね。そうですね、うん、ド S か日本を潰そうとしてるかですね。そういう意図を持って、うん、もうロックダウン、日本もロックダウンだみたいな、うん、緊急事態宣言だって言ってるような、うん、なんか陰謀論を唱えたくなりますよね。まあ、結果的にだって、うん、ああいう陰謀論をテレビが唱えることによって、うん、テレビ局も今収益減ってるわけですからね。そう、全然誰のためにもなってない。アホだよね、うん、テレビ局も。ただまあどうしてもほら菅さんが最後電波に来るんじゃないかと、うん、テレビ電波に、あ、電波だから潰したいっていう感じなんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、いや電波、電波利権、まあ、携帯もそうですけども、携帯もそうですけど、テレビ本丸に、本丸はテレビ NHK の周波数で余ってるのがあるわけだから、うん、あれをそう安く開放するというのがあるはずなんですよね、うん、そうですね、はい、コタチャンネルさん、飲み会してはいけませんがテレビ局のスタジオで騒ぐのはセーフです。あ、うん、なるほどねテレビ局の人たちもずっと、ね、GoTo 行ったりとか、うん、キャンペーンとかやったりとかしてましたからね、うん、はい、そうですね、はい、それは委員会っていう、ホレンジさん、安倍さん辞める時の会見で二類外すことも議論検討って言ってたのにその後何もしなかったねと、自民は GoTo 利権に踊っただけと、うん、そうですね、ちょっと、ね、そうだ、安倍さん辞めるんだから、うん、もう言って5類にするって言ってやめてもよかったなっ、最後ちょっとホームラン打ってほしかったですね。そう思った、ね、最後の最後でやっぱね、うん、専門家たちが、うん、この利権だけは絶対にって言ってるんじゃないかな、うん、今でもね思うんですけどね、岩盤利権ですよね、はい、もう、はい、岩盤利権です、はい、いやでも実際そこに切り込むと、うん、自民党が危なくなるんで、はいはい、うん、そうですね、まあ、なかなか切り込めないんだろうなと、はい、そう考えるともう民意って何なんだと思いますけどね、うん、そうですね、うん、本当そうですよ。ゆうすけ内山さん、 GoTo の権限を都道府県知事に移譲し1日の陽性者数が1桁2桁が前半なら続ければいいと、優先順位として外国人の入国緩和を止めるのが先ではないかと、うん、マスコミは新規陽性者や、この入院患者の、重症者の外人の割合を報じないです。そこもね、うん、人種差別になるからってことでやらないんですよ、ね、うん、マスコミは外国人結構ほとんど外国人じゃないかっていうね、初期はずっとそういう話もあったんですよね、うん、まあ、日本にはないウイルスですからね。そうそれはまあ当然外から入ってきたんでしょう、はい、しかも今度イギリス型っていうのが今度出ちゃってるんでね、変異したのか何なのか、変異したやつがね、だからそれも怖いですよね。そうなるとまだまだ続きそうな気がしますよね。そうそうそう、であとまあ僕もちょっとつい感染者数って言っちゃうんだけど、うん、陽性者数でいいと思うんですよね、うん、PCR での、うん、だから陽性だからといって感染してるというか症状が出てるわけでもないわけだし、うん、こうちょっと言葉なんか
定義した方がいいと思うんですよね、うん、悪く取れないような言葉遣いを、うん、あの政府は作って政治家がそれを言うようにしなきゃいけない、うん、マスコミにもあのこれはあのなんか言葉をねちゃんと言うようにし、うん、あの定義するようにした方がいいと思うんですけどね、こういうのも政治家がプロパガンダ下手だなっていう、そうですね、日本の、うんうん、いやそうですよ、政治家こそこういうしっかりと発信してほしい、そう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 、うん、本当にそうですよ、ぜひ入会する人は入会していただけたらと思ってます、そうですね、まあ、入会していただくと、はい、週末の放送もそうです、はい、酔いどれチャンネルが酔いどれチャンネルが、はいはい、見れますんでね、そうですね、はい、ぜひ見ていただければ、そうですね、はい、はい。